こんにちは、吉野さん。そうですね、振り返ってみると2013年、まあ言って2012年の12月ぐらいから私はその YouTube っていうのを一生懸命ね、視聴する方に入ったんですよ。見る方に入って、で2013年の3月ぐらいから自分も発信しなくちゃなって思い出して、6月から発信しだしたっていうね、2013年6月から発信しだして、その頃から速稼塾が始まったんですけども、私がね、だからね、あのネットの世界にいなかった時からネットの世界に入ってきた時、これリアルタイムで吉野さんね、あの私のことを見ていて、で以来7年間私もね、ずっと発信をしてるわけなんですよ、情報発信を。懐かしいですね、あっという間に7年とかね、8年とか経っちゃうわけですよね。でその間もうね、名だたる有名人、名だたるプロダクトローンチのセールスマンが現れては消え、現れては消えということで、考えてみたら今ね、毎日発信してるそのいわゆるビジネス系、ネットビジネスって言われる、なんかふわふわしたところですけども、その隙間産業に乗って本当にね、私は吉谷さんぐらいだなと思うんですよ、うん、まあ、あの幅広く見てるわけじゃないんで何とも言えないですけども、例えばね、あの、まあ、ブログのアフィリエイトとかで一台を築いて、その方が YouTube でファンをごそっと持ってきたとかね、そういった方はちょっと違いますよ。例えば池早さんとか学さんとかっていると思いますけど、そういう方は違うんですけども、多分ね、ちょっと分かんないですけども、 TC とかね、大学生の TC っていうのがいたんですけども、 TC さんっていうのがね、で私が YouTube を始めた頃はよくね、その人の動画が上がってきて、なんだこの人はみたいな感じだったんですけど、で今はね、全然上がってこないかなというところもありますし、あと川本なんとかさんっていう方もね、相変わらずメルマガ送られてくるんですけども、 YouTube は見なくなったなとかね、あと佐々木啓太さんっていうのも一時期ものすごくドバッと出てたんですけども、最近は見ないかなと思うんですよ、うん、まあそういうふうにね、私も、自分がね YouTube を始めた頃っていうのは他の方が気になってよく見ていたんですよ。この人に追いつきたいとかね、こういうふうになりたいとか思ってたんですけど、今はね全然いないというか、人の動画見ないですね、全くね、うん、全然見ない。ニッチなあの情報源っていうのはYouTube 検索で探ってみることはありますけども、いや本当に見ないですね。そう考えてみると、今ね私ライバル誰なのかなって考えたら、ライバルはっきり言っていないですね、吉谷さんね、ライバルはいない。あの自分の改善があるだけで、誰かに追いつき追い越せとか、誰かと競争したりとか競うことはないですね、うん、まあ、あるとすれば、すでにですね、ちょっとここからすごく大事なんですけども、私は吉谷さんが YouTube 発信する上で、じゃあライバルとして意識するのってどのぐらいのレベルの人なのかって言ったら、すでにね、芸能人とか著名人とか、あの有名な会社の経営者さんとかね、家入り、あのなんですかね、あの ZOZO タウンの前澤社長とか、それから政治家ですよね。こういうふうな、もうあのファンがある程度いる人が YouTube に入ってきた時ね、そういう人はまあ意識して、あ、かなわないなと思いますけども、でもそれ以外の、うん、私たちと同じようなね、普通の人が YouTube 始めても、侮るわけではないですけども、どうせ辞めるんですよね。よしやるぞ、情報発信で稼ぐぞって言って、1ヶ月後にはまあいないんですよ。2ヶ月後にはもっといないんですよね、うん、半年1年経ったら皆無ですね、うん、競争しなくても勝手にいなくなるんで、勝手に退場していくんですよ。例えて言えばね、最近亀田四郎テレビっての見たんですけども、そのこうね、オーディションでランニングするんですよ。公園の周りを走るんですけども、走ってるうちに脱落するんですよ、人が。で腕立て伏せしてるうちに脱落するんですよ、勝手に。でよし腕立て伏せ終わったって誰もいなくなってるみたいなね、うん、だから自分の改善をするだけで、自分の自己改善するだけで勝手に人がいなくなってくるんで、本当ね、まあ何と言いますかね、あの現実を見せていただきたいんです、この動画見てる方いらっしゃったらね。吉谷さんとか私はこの YouTube の放送だけでやりくりしてます。その他のこと基本的にないんですよ。YouTube の中で商品を売った、そしたら売ったってことは、吉谷さんの場合商品よく売りますけども、それがね売れてるんですよ、ね、こんなもん買うかよ、こんなもん売れるかと思ってるでしょ、うん、やってみたらいいんですよ、売れますから、うん、それこそね、改善をしながら、自己改善をしながら誰かと競争するんじゃなくて、自己改善をするだけでだんだん売れる方向に向かっていくんですよ。よくないですかこれ。 YouTube だけですよ。 YouTube 以外のことはやらない。たまにはね、男飯みたいなことやったり、私も通販買ってみたような感じで、無意味だと思えるものでもきちんとね見ていただいて、そこにファンができて、そして最終的に商品まで結びついていくってことなんですよね、うん、で再生数のことを言えばね、再生数確かにあのもう不可能ですよね。
どんな動画を上げてもどんなに悪くてもね、10再生を切るってことはないですね。まあ自慢できることはないんですけども、でも最初 YouTube 始めた頃って10再生が取れないんですよ。10とかね、100なんてもう夢のまた夢、もうブレイクしても1000とかいかないし1万とかいかないんですよ。そんなスタートなんですよ。でも今は逆で、じゃあ意図的にね、再生数10以下を作ろうと思っても無理ですよ。サムネイル工夫しなくてもタイトル適当につけてももうね、再生数は50、60上がるんですよね。こうなるんですよ。ですんで、情報発信をなりわいにしようと思った方、なりわいにしようと思っている方ね、ただ一つのキーワード、続けるだけ、プラスアルファ自己改善するだけ、まあ続けていったら自己改善で自然にやるんですけども、それだけですよ。他者と戦う必要はないですし、誰かと競う必要はないですし、誰かをモデリングする必要もないです。やるだけなんですよ。まあやるだけでもやらないですから、だから楽勝です。もう本当に YouTube にこれだけのね、あの可能性がある。で、私は思うんですけども、今年いっぱいだと思いますよ。2020年、来年からもチャンスがなくはないですけども、すでに地盤を固めた芸能人、著名人、経営者の方、政治家の方っていうのがいる中で2021年よろよろっと参入するのか、それともね、継続するだけである程度の地盤が築ける最後のチャンス、2020年にやっていくのかだけなんですよ。他のビジネスとか他のね、なんかネットワークとかやってる暇ないですからね。 YouTube をやればネットワークもうまくいく、代理店事業もうまくいく、他の商売もうまくいく、そして今ね、もしかしたらどっかにね、居酒屋かなんかにお勤めかもしれません。飲食店に勤めてるかもしれません。物販ビジネスの店舗とかに勤めてるかもしれません。 YouTube ができれば、そういったお店に従業員としている時でもちゃんとね、集客できるんですよ、 YouTube でね。どっかカレー屋勤めてましたとか言ってね、喫茶店勤めてました、飲食店勤めてました、それが有名店でなければないほど、個人商店であればあるほど YouTube のインパクトはすごいです。そういう風なね、ニッチな店っていうのがよく売れるんですよ。というのが、例えばマクドナルドにバイトしてる人がマクドナルドのいいところみたいなのやって、もうすでにライバルたくさんいるし、ユーザーがもね、マクドナルドのことを知ってるんですよ、言われなくても。だからそういう動画は逆に見られないですね。これをだから最大公約数的価値っていうんですけど、私のね、速稼塾の中では最大公約数的価値っていうのはもう今はね、あんまり受けないんですよ。そうじゃないんですよ。これはね、本当にね、10人ぐらいしかファンがいないものでも、10人の世界では発信者が少ないもの、これに対して発信することが大事なんですよ。小さなマーケットを取っていくってことですよね。で、今ね、前回もお話しましたけども、店舗っていうのは多すぎて過当競争です。でも店舗から皆さん離れないし、店舗にはコンサルタントがついてたりとかして、なんとか事業をね、続けさそうっていうふうに思ってるんですよ。無理なんですよ、これは。今ね、店舗の数が3分の1ぐらいになって、やっとトントンだと思います。やっとバランスが取れます。まともな店舗運営とか店舗経営とか店舗の利益っていうのが追求できると思うんですよ。今の時点では店舗は無理ですね。もう完全に無理です。結局店舗のビジネスモデルっていうのは、1970年代から2010年までの経済上り調子と言われている時代、人口がどん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 増えていって、そしてその増えた人口からこぼれてくるね、お金を分け合っていればいい状態だからこそ店舗っていうのは成り立ってたんですよ。でもこれからは違います。人口が急速に減少していくんですよ。年間で50万人というね、50万人ですよ。10年間で四国全部の人口を足しても足りないぐらいの人が減るんですよ。その中で足りないのは情報発信者なんですよ。情報発信者が足りない、全然足りないんですよ。だって情報発信始めてもアカウント作って YouTube 作ってもすぐ辞めるんですよ。だからね、情報発信者がそのなりわいとするのに2年とか3年かかるとしたら、少なくとも2年とか3年継続的に毎日のように、毎日でもね、1日1個じゃないですよ、1日10個ぐらいの情報発信するぐらいの情報量がこの世の中に提供されて初めてバランスが取れていくんですよ。だから今ね、すごくアンバランスです。情報を受け取りたい人はたくさんいる、情報を発信する人は少ないんですよ、ね、今無限の情報があると思ってるでしょ。少ない、全然少ない。例えばね、この動画見てる方が感じてほしいんですよ。今日何本 YouTube 見たかなと、今日何個メルマガ見たかなとね。メールでしたら1日に1000件をさばけるようになって、初めて情報がだいぶ多くなってきたかなって思える段階です。YouTube 動画だったら1日に100個ぐらいの中からどの30個を見ようかなって選択できるようになって、初めて情報がまあまあ均衡が取れてきたかなってレベルなんですよ。1日にね、10個以下しか YouTube 見ない。しかもその YouTube もいつも決まった人のだけしか見ない、新しい情報にタッチしないっていう状態っていうのは、まだまだね、情報量が少ない世界だと言えますので、じゃあ情報量が、発信者が少ない時にどうすればいいかっていうと、あなたが発信することなんですよ。
あなたの視点がまだ情報の世界には足りないんですよね。あなたなりの視点ですよ。それが足りない。もう胸の中にくすぶっている思いとか、どうせ自分の考えなんて分かってもらえないだろうってものが足りないんですよ。足りないんですよ。だからみんなにね、分かってもらえるような情報っていうのは溢れていて、もう余ってるんですよ、そういうの。そういうのが余ってるんですよ。あなたの独自の視点、あなたの身勝手なわがままな考えがまだ世の中に知られてないんで、こんな自分の考え、どうせ世の中の誰にも分かってもらえないやっていうやつが希少価値があるんですよ。というのが今日の動画のオチでございます。いってらっしゃい。